で、フォーク投げた、最初フォーク投げたところにツーシーム行こうか。完璧じゃん。おい、6割に岩隈さんやんけ。てか、この方ってあれじゃない？プロじゃないん？そうやんね。おいおいおい、強いんちゃうん。はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プラスベースやってますでしょうか？ということで、今日は何をしていきますかと言いますと、岩隈さんリアタイで使っていきましょう。はい、ということで、このオリックスで、登場した岩隈久志さん、リアタイで思う存分使ってきました。いやねー、いや、よかったっすよ。みんなが思っとる以上に岩隈さん強かったです。1回だけ負けちゃったんですけど、もうその試合はしょうがないんですよ。まあちょっとこの後見てもらったら分かると思うんですけど、でもね、他の試合は全部勝ちました。あのね、でもね、ちょっと見てもらう前に一概に岩隈さんが強いっていうのは言えないんですよね。あの、初見だったと思うんですよ、多分戦った方全員が。なので勝てたっていうのもまああると思うんですよね。まあまあ、それはちょっとまあ見てもらったらわかるかなと思います。ということで、能力見ていきましょう。9位77の B の制球82の A、 スタミナ80となっております。で、まあ岩隈さんで一番注目されてるのがこのツーシーム、 C が D なのか B なのかと思うんですけど、岩隈さんのツーシーム、多分 B です。結構曲がります。で、このフォーク変化量2が意外と強かったんですよ。意外と強い。やっぱね、今さっきも話したと思うんですけど、やっぱ初見ってだけあって、このフォーク2がめちゃくちゃ刺さってます。はい、めちゃめちゃ刺さりました。でね、これスライダーの変化量は大きいんですけど、スライダーをやっぱ投げるにはカットが欲しかったなっていうのが正直な印象ですね。これカットあったら普通にめちゃくちゃ強かったと思うんですよね。さらに強かったと思う。でもね、これでも十分強いです。で、特能はもうね、ピッチャーはこの3個の特能が自分は結構、てかもう一番ぐらい強いかなと思ってます。超コントロール、タイピンチ、キレ。これがめちゃくちゃ強い。もうね、無駄のない特殊能力って多分こういうことだと思うんで、もうね、最高です。いい特能しとる。はい、ということでね、岩隈さん、もうしこたま使ってきたんで、ちょっと皆さんにね、どのぐらい通用したかちょっとね、見てもらいたいと思います。どうぞ。すいません、一つ言い忘れてました。自分のは無凸の特訓5で使いました。それで負けなかったんで、ひょっとしたら、マジで強いかも。あのフォーム。さあ行きましょう、高校。岩隈さん、高校取れましたね。このブルーウェーブのユニフォームがマジでしっくりこん、岩隈さんは。さあ、岩隈さん、初戦です。いきます。男は黙って初球ストレート。そうなんですよね。そうなんですよね。で、フォークが落ちん。スライダーが曲がる。ツーシームも結構大きい。これ B シームやね。いいじゃん。いいじゃん。で、コントロールキレ出た。で、一応タイピンチはレベル5やけん。まあそのうち出るやろっていう。これ入るんすよ。これ入るんすよ。でコントロール持ち上げマジ好きなとこに投げれる。はい、外角行こうか。スライダーちょっとまだ投げたくないな。内角ストレートでもいっとくか。まあ、見逃す。で、フォーク投げた、最初フォーク投げたとこにツーシーム行こうか。完璧じゃん。完璧じゃん。ここでスライダー一丁投げとくか、外角から。いいじゃん。いいじゃん。クソ似合わんけどね、ブルーウェーブ。いや、マジ、コントロール持ちバリエラい。
多分あんま投げんやろうけど、こういうとこからでも打たれましたねさっきヒット打たれんかったのに。まああのコースは良くないと。うわちょっと内角フォークいっていい？こう入るんよ、そう入るんよ。あー初回は何やったんやろうな。でもタイピンチ見たくない？やっぱカット欲しいね。これスライダー単体でちょっと投げづらいよね。いいんちゃん、オッケーで、ちょっと甘めに2いっとって、オッケーオッケー。ちょっと大瓶見たかったけどね。代打か、超広角。外角フォークとかどうなんやろうな。広角出とるけどね。で低めからしか投げてないね俺。でもこれね、抜けフォークちょっと投げづらいよね。一回投げてみても、あタイピン出た、代打代打ない。神、これスライダー A 一球さっさと投げりゃよかった。これタイピン出なかった敬遠する。出た、これツーシームの幅ちょっとどんぐらい曲がるんやろ。ちょっと一球ボール球ラグいて、ありがとう神様。どんぐらい曲がるんやろ、ちょっと分かりづらいな。うんうん、アウト。さあ岩隈さん2試合目です。1試合目は見事勝利。相手純正か、純正じゃなかった。まあ、まずはもう甘津いいじゃん。結構やっぱ曲がってんのがね。こっからは入るか、さすがに抜けちゃうんよね。フォークはこれはどっから投げるのが正解なんやろ。一回ちょっとさ真ん中から投げちゃってもいいっすか。あーこういうのはね、強いんじゃなくてね、これマジで初見殺しやね、このフォークは。多分変化量分かってないと思う、まだ。めっちゃ強く感じる。めちゃくちゃ強く感じる。やっぱり、ダルセレの岩隈さんのフォークのイメージがあるやろうけんね。おい6割に岩隈さんやんけ。てかこの方ってあれじゃない、ロッテのプロじゃない？そうやんね、ロッテのプロじゃん。ロッテのプロに岩隈さんちょうどいいじゃん。おいロッテのプロ岩隈で倒すぞ。さあ池久志もうコールドか。俺もチョークしようかな。これ岩隈さんで勝ったら奇跡やけん、マジで。いや奇跡なんかじゃねえよ、強いよ岩隈さんは。ごめん長径にするの忘れとった。おいおいおい強いんちゃうん。ちょっと待って、これでも初見殺しやんな多分ね。いや強強いじゃん久しい。おい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 、広角出てんの嫌やな。あーまあ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 しょうがない、もうそれしか投げるボールなかった今のは。
これでも外角フォークとかは多分きついんやろうな。一球投げてみるか。物は試しや。あーボールか。そもそもコントロールも出てないけんな今。いいじゃん全出し、全出しいいじゃん。一球スライダーお見舞いして。マジで言ってんのこれ。ねでも今のちょっと荒れちゃうんか。マジで、いやちょっとアウトやん今のは。今のはアウトやん。岩隈さんやれてんじゃん。このフォーク投げるとこからのツーシームがいい。いや抑えてくれんかな。頑張って。いやなんか全部取れそうで取れんのやけどこれ、うん、実質あのノリに打たれたのとノリに打たれたのぐらいやな。ちゃんと打たれたのはもうあのアウトから本当はっていう言い方良くないけど、あれアウトやったらっていうのがあればね実質1点。上出来。まあ、じゃあフォーク投げるタイミングバリムズいんやけどこれ。マジで言ってんの。実質1点。もう一回投げさせたかったな。でもさ神じゃなかったここで。ここのノリのホームランはまあ内角の甘いストレートだったけどまあしゃあないとしてさ、ここの筒香さんのヒットはもうアウトやけん実質1点じゃんね。でも分からん、あれが狙い撃ちされとったらもうお手上げです。プロならや多分やるよ。王さんの後ろに落とそうって。プロならやる。